道島氏は、道島を、死の名とする氏族。道島氏はもともと坂東からの移民系の皇族であり、江戸ではない。前身となるマルコ氏は、7世紀中頃に、オシ地方へ移住した氏族である。小屋家家府によると、大友金村大連の孫で、マルコ連氏の祖である、大友法水連行について、数佐の偉人宮家を司ると中記していることから、元来は、 マルコ氏の配下にあった、カズサ国エビス郡を中心とする地域にあった、維人宮家の工作民であったと推測されている。宮城県東松島市山本町にあり、道島一族の墓所と目される、山本横穴墓群の中には、房総半島南部のものと同形式の原実を持つ横穴墓がいくつかあり、道島市の祖が、カズサ地方より移住してきたことを裏付けるものと考えられている。 元は、マルコ氏であったが、天平商法5年6月に、マリコ牛丸や、マリコと吉原一族24人に、小ジ蓮の姓を与えられた。少し遅れて、同年8月には、マルコ島谷にも、同じ姓が与えられている。小ジ島谷は、天平法治8年9月の藤原中丸の、乱において、藤原中丸の子、君ン丸が、直死、三尊王を襲撃して、 魚事と駅礼を奪った際、獣刀、守る将位、坂上狩りとマと共に、後見上皇の直命を受けて、訓示麻呂を襲撃して、これを射殺した。島谷は、乱における武功により、十七以上から一足飛び二十一回昇進して、十四下に少女、小鹿宿根生を施勢され、その後同、島宿根の神聖を与えられた。道島三山は、 神語系雲元年の維持上増営では、実質的な推進主体であったようで、論功交渉では、外くらいの外十五位下より内くらいの十五位上に上位されており、中央貴族と同等の厚遇を与えられた。島谷は、中央政界で、三山は、道の区国内で、それぞれ同、島すくね一族を代表して、政治に積極的に関与することで一族の勢力を増大させていった。 維持城造営直後の道、島氏は、島谷が聖徳天皇と道教から個人的な厚遇を受けていたこともあり、島谷が道の区国大国像に、宮間が道の区国国像にそれぞれ任命されると、道の区国の国政は、実質的に、道、島氏の小中にあったものと考えられる。維持城以前に造営された、物鬱城は、道島氏の本拠地である、 おし郡に属していることからその政治的影響下にあり、加えて維持上も抑えたことで、同志は北上盆地の一大公益拠点である伊沢の地に通じる川の道と陸の道の両方を掌握し、北方の江戸に対する律令国家の諸政策の策定、執行を推進する現地機関として自らを位置づけることに成功した。同氏は神後慶運三年に再開された。 エゾの状況兆校の復活を働きかけ、これが認められたことで、道の区国のエゾの上に君臨する巨大な属長権を樹立し、道の区国に赴任する国士を遥かにのぐ盤石な支配体制を築き、一族は聖徳長下で最盛期を迎えた。島谷は、高うかのめ幸福津波頭勘事件の頃には、正四位上、この絵中条件相模市君二等であったが、 聖徳天皇の宝御と道教の失脚の後に、公認天皇が即位すると、それ以降は、道島氏に政治的地位の上昇が見られなくなる。三山についても、歴史上にその名前が登場しなくなり、道、島少年一族は凋落の一途をたどった。ありがとうございます。